ということで、こちら今長崎県の方に来ておりますね。これ大学生の松下君に教えてもらったんですけど、雲仙市になりまして、東町っていう、まあ、我が輩の我がっていう字にかな、ごって書いて口ですね、それに妻って書いて東町の鶴田小学校の芝口分校の跡地に来ておりますね。私はちょっと調べても全く出てこなかったので、教えてもらってもちょっと町とこの名前がね全然地名が一致しなくて、また何回も教えてもらったんですけど、ここに芝口分校の跡があったということで、まあ、芝口というのかもしれないんですけど、こちらですね、文教所の跡が残っております。あちらの奥にはね、なんか建物があるので、多分あの奥の建物のところが学校だったのかなと思われますね。で、鶴田かもちょっとわからないですけど、鶴田小学校の開校の100年記念で昭和の49年9月にこれが建てられたようですね。昭和の49年、まあ、今から50年ぐらい前になってきますね、残念ながらですけどね。だから皆さんもちょっとわからないの当然ですし、まあ、ここ芝口って言うんでしょうかね、地名もね、この辺りちょっと芝口という地名じゃないような感じなので、ただ実際にあったのは事実なので、ここちょっと山のね、山手の方なので誰も人が住んでいない、まあ、向こうの方には田んぼ畑が見えるんですけどね、幹線道路のね車の音は聞こえるんですけど、全く人気がない場所にありますね。はい、ということで、こちら鶴田小学校の芝口分校の跡からお届けしました。まだ懐かしい方ね、もともとこの辺も集落があったんだと思うんですけど、また懐かしい方ぜひね、こちら戻ってきてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。